はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。なんか夕方になっていきなり雨が降って、ちょっとね、雨音もね、この収録の音に入ってしまっているかもしれませんけど、ちょっとご了承ください。で、昨日から始まったバトルスタジアム、はい、皆さんいかがでしょうか。トクはどうよ。僕6264位。なむなむ、意外と今現在私はですね6430位。え、何言ってた。6431位。え、本当に。嘘っす、6260位。あーなんだよお前、めっちゃ近いじゃん。でもマジか、やばいっすねこれ。一回試合やってくださいしたら俺出てそうじゃないですか、あのランキング。確かに。ちょっとやってみようか。ちょうど金のやつが来てるし。なんかさ、トラブルかなんかあったのかな。なんか金の補助券とかね。うん。あとなんかニコ生の放送で何かあったみたいで、あったよね。はい、プラチナゲドウくん。うん。うん。嬉しいよね、ああいうのね。嬉しいっすよ、かなり。昔さ、マックス村井とかでね、パズドラのやつとかね、村井が勝ったらみんなに何か報酬とか、なんかそういうのよくやってたのを思い出したよ、今。へぇー。うん。なんかそういうのにね、いずれ呼んでもらいたいね。ね。よいしょ。さあ、それでやってまいります。この試合やってみてどうよ。いや、変化球待てないっす。変化球待てないよね。待てないっす。でさ、やっぱ変化球待ってるとさ、打てなくて負けちゃう。負けちゃいます、ね、そういうこともあるよね、はい、だからやっぱり攻略法じゃないけど感じているのは、やっぱりホームラン打っていいんだよ、うん、で、たまたま変化球に合わせるとかは積極的に合わせていく、うん、みたいな感じがいいんじゃないかなとは思っています。そうですよね、うん、こういうシーンね、ちょっと今失敗しちゃったけど、はい、ゲッツーじゃないか、うん、こういうシーンでは積極的に振っていくっていう方がいいのかな。ちょっとそろそろしっかり打ちたい。相手の変化球見たことないスライダーだけだ。狙いに行ってもいいんじゃないですか。ねえ、1球だけだ。うわぁ、いや、めっちゃ気持ち上がります。やべ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 、これはほぼ自走車オフと変わらない。しかも動画撮ってるからさ、なんか変化球綺麗に打ちたいじゃん。確かに。いや、やべやべ、いや、いやー、このね、ダメダメさがね、出てきますよ。それがいいんですよ。うまいに越したことないだろ。まあ、すいません。うまいに越したことないよ。正直そうっす。うん。でやっぱりね、皆さんのコメントがね、やっぱ励みにもなってますし、サクセスの回とかでも本当に勉強になってるんで、ありがたいよね。うん、てか、自走車では全部ダメだった。で、何位か。6300まで来た。ええ6294。あ、じゃあいるじゃん。それ今今今今。ちょっと待って待って待って。今ちょっと待って。どこで見れるんだ。急げ急げ。バトルで、ランキング。え、風の。あ、いたいた、風の。どこないないない。特、今ない。ちょっと上の方にスクロールしてください。いたー、これ。このマーっていうのがね、特です。受ける。え、お前528%なの。ちょっと上がりました。ちょっとやってんね、はい、俺は454。うわー、ちょっとやってんだな。受ける。まさかこのね、たくさんやられている中で、だって多分もう20万人ぐらいもう絶対やってるでしょ。やってますよね。その中でこの100位以内に入るっていうね、やばいっすねこれ。すごいね。うん、いやいやいや、面白いね。で、まあこれね、僕らが追ってる理由としては、一つはね、報酬をしっかりいただく、まあ、前回の動画でもお伝えしたんですけど、これですね、この報酬をしっかりいただきたいっていうところですね。で、1万円以内を目指してこの SR ね、の選手を獲得したいっていうところが一番メインでやっているところです。で、それに伴ってこの累計スコアっていうのも結構いい報酬がいただけるということで、こちらもね、しっかり追っていっております。で、今現在私はね、ここ。まあ結構パスポンもいただけるっていうのがいいよね。いいですね。うん。あ、もう SR 超の。もう少しだね。標準手に入るね。ですね。入るかな。まあ頑張れば入るって感じですね。で、その後は、うん、SR ガチャ券が待ってたりとか、SR の 30% が待っていたりっていう感じですね。はい、あ、じゃあ SR ガチャ 20%、10%。うん。獲得しました。なので、この動画でちょっと、引いていこうかなと思います。まあ全部集まってから、一斉にドーンっていうのも面白いかなと思ったんですけど、
まあ、バトルスタジアム中は一応ね、こうやって定期的に、更新もして、公開していこうかなと思うんで、まあ、一つの目玉みたいにできるんじゃないかなと思って、弾いていきたいと思います。いいですね。ちなみに、トクはもう弾いたの？弾きましたよ。どうだった？ PR っす。PR、PR っす。外れ。外れが PR なんだね。そうですね。うん。R じゃなくて PR なんだ。そうですね。なるほど。まあね、10%、20% っていうことなんで、うん、まあ、なかなか出るとはね、言い難いんですけども、まあ、祈りながら弾いていきたいと思います。で、ここでね、いいキャラクターが出たら、プラチナゲドウ君使っていきたいなとか思っております。じゃあ、早速 10% の方から弾いていきます。あ、何もない。これは外れかな？黄色だもんね。あ、きついですね。うん。さあ、よいしょ。おお。山口くん、おー、山口くんは前もうミキサーに出しちゃってるんだよね。しょうがない。じゃあ続いていきます。 20% こい。グググググらい欲しい。起きた。グググ赤きて赤。俺と同じパターン。はい、ということで 10%、20% を外しました。お、これはあれじゃないですか。ももや。よいしょ。ちょっと一回ゲットしたの見ますかね。ももや、ももや。残念ながら僕ももや持ってないんで。そうですね、まねちゃんのこと、うん、という感じになっております。で、皆さんはね、今何位ぐらいで、まあ、どうしていくとかね、あったらいろいろ教えてください、うん、結構ね、日々の順位の入れ替わりでどこまで目指そうかなとかね、そういうのも出てくると思いますし、もう少しでバーニングタイムが始まったりとかね。え、そうじゃん。8時からだよ。うん、とかね、なんかいろいろ、まあ駆け引きとかもあると思うんで、はい、どうしようかな。一応僕は順位いけそうだったら2000位まで目指したい。うん、だけど結構週末忙しいからいけなさそうかな。2000位狙いってことは週末最後、うん、ラストの日にガンガンストーン割っていかなきゃ多分きついですよね。きついよね。で、やっぱここで石使いたくないんだよね、正直。いや、わかりました、ね。うん、しんどいですもんね。だってさ、ストーン使うとなるとさ、そのストーン使うメリットとかも考えなきゃいけないじゃん。はい。で、でも仮に2000入ったら、うん、SR のあれ金属3枚、うん、ただまあミキサーに3枚回すなるなり2枚回すなり、うん、って考えればまあなしではないですよね。だから何個使うかだよね。うん、前回のやつで言うと、まあ今回はね、あのキャラ、その報酬のキャラクターも違うんで結構厳しくなりますよみたいなことをね、コメントでくださった通りだと思うんですよ、私も。で、そういうことを考えると私が502を出した時に、まあ、約120個ぐらい使ってるんで、まあ、1万円ぐらいな感じじゃないですか、はい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 、で、それを考えると200、うん、ごめんなさい、2000円までに入るのにじゃあどのぐらい使うのって言ったら、おそらく50個ぐらい使うと思うんですよ。まあ最低でも50個する、うん、じゃあそれ50個の価値がそのミキサー SR ミキサーをやる上で妥当なのかどうか、うん、俺はねちょっと高い気がするんだよね。だってリスク高いじゃん、まあ、2000円ミキサーって、うん、うんうん、まあそれ人それぞれですよね、うん、いや私はねリスク高いと思うんですよ、うん、だったらもうストーンをね、50個とか使うんだったら、もう PSR 狙ってった方がいいんじゃないのって思っちゃう。ちょっと頑張って500以内目指した方が、俺はね、なんかちょっと幸せになるかなっていう。例えば PSR ミキサーやるとかさ。うん、ね、とかさ。ね。まあ、そういうとこまで考えると、ストーンを10個以上使うんだったら、2000円。50個以上使うんだったら、もう500以内。行かないと、うん、感覚がする感覚的に、うん、難しいですね、うん、で普通に今みたいな感じでそのバーニング来た時にじゃあ1個使おうかとか報酬でもらえるストーンあるじゃん、累計のやつで、はいはい、あれを使って、じゃあそのストーンだけ使うんだったら1万円以内かなって、うん、って感じですかね。だからなんか前回ほどあやべえ時間気にしながらわやんないとやんないとみたいなになってないし、うん、前回もあったぞ本当にね。いやもうやるって決めたからさ、まあそうですね、うん、俺がやるって言った時はもうやるんだよ、はい、もう絶対通るから、もう
知ってますそれは。そうという感じになっております。まあこのね50以内はもうまた別だと思うよ。ああ本当に全然なんか別の領域だから、そこはちょっと目指せないし、まあ、そもそものパーセントが低いからね、うん、これでもね結構頑張ったんだよね。まあ一人 D とかさ、もうこれ久しぶりにパワフル高校でやったら全然稼げなくてあでもまだまだ上がるじゃないですか。まだまだ上がる。だからそこをなんか上げるためになんかやるんだったらどうしようかなみたいなね。あ結構さそういうわざとそのランクを落とす選手とかさ、そのデッキなんてこれなんですよ。ピッチャー連れてってるしただこれでパーセント 73% いくんだよ。すげえな。こういうサクセスって結構ね眠くなるししんどいんだよ、うん、だったらあの天才の入部取引またいただいたからそれ使ってガチで一生懸命集中してやるっていう方が個人的にはいいね、うんうん。まあ、前回カズさんこんな感じでガッツリ作りまくって、そうガッツリバトスター機会もねあれだったしって感じかな。でもあれだね、 B++ まで落ちたんだね。ってことは今対戦相手 B プラプラ、うんうん、全然違くないですか。自分も B プラプラまで落としてる、うん、まあでもさっき全然打てなかったけどね。あそまあまあまあこういうねダメダメな感じだけど楽しませてもらっているっていうことで、まあ皆さんもねバトルスタジアム、まあ、やられてる方もやられてない方もねちょっと毎日こうやって動画上げていこうと思うんで、引き続きご覧くださいっていう感じで、うん、今日のかはこんな感じで大丈夫。はい、なんか言ったことない。バトスタ頑張りましょう。頑張るんだね、じゃあ徳は。いや、俺も目標5000以内です。5000なの？5000以内です。5000ってなんか報酬買うんだっけ。5000以内か1万以内か多分変わりますよね、うん、本当にまたそういうさ、またそう言われるよ。絶対変わりますよ。変わった変わった。2枚だ。はい、で1枚は取っといて、かけれて、あもう1枚はミキサーとかに持っていけたらいいかなって思ってるんですけど、うんうん、まあ、それだと多分ストーン結構使うじゃないですか5000以内は、うんうん、それでも、うん、そこはどうしようかな。招き3個の方が美味しいんじゃないの。確かに招きも魅力的ですね、うん、だから1個思うのがさ、この2000以内になるとさストアメダル5000枚って書いてあるじゃん、はい、これってじゃあ嬉しいのって話、うん、この3枚上の SR3 枚っていうのは嬉しいけど、ここの5000枚ってさ招き3個の方がでかいじゃん。1万5000枚じゃんこれとかさ、まあいろいろあるわけですよ何が欲しいかですね。確かに、うんうん、だから SR1 枚は欲しいよね、うん、なんか感覚的に、うん、だから1枚っていう人が多いのもすごい理解できるんだ、うん、俺もそうだし、まああとは普通にやってみて。前回で言うと日曜日でやっぱり結構順位の入れ替わりが激しいからさ、やっぱストーン割ってる人はどん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 上がるし、うん、そうじゃなくてちまちま1試合1試合やってる人はなかなか上に行けないし、うん、だからそこでバランス見ながらこの字ぐらいの順位いけるんじゃないかなと報酬を見ながらじゃない、うん、そうですね、うん、だから今の最終日までに5000位はきっときたくないですから、うん、そんなに頑張んなくてもそうだ、ね、一番いいのはキープできるかな、うん、でも俺これそうだね、2枚あると2枚あると割と感覚違うね。いや全然違いますよ、うん、俺でもミキサーであんまりよっしゃってあんまないからな。まあ、うん、まあちょっといろいろ考えますはい、という感じで今日はね、雨やんだね。降ってんのかな、わかんない。それはやんだね、しなくなりました。はい、じゃあ今日はこんな感じで失礼いたします。またね、動画の方でお会いいたしましょう。また引き続きよろしくお願いします。バイ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 。